菊池桃子さん、昔の若い頃も今現在も可愛いと評判ですが、大学教授なんですね。その菊池桃子さんの結婚、旦那の西川哲さんとの離婚理由、再婚に関すること、子供、長男長女の学校や名前などについて、年齢や経歴などをウィキプロフィールとともに調べてみました。菊池桃子さんのプロフィール、名前菊池桃子、菊池桃子、出身地東京都品川区。生年月日、1968年5月4日。年齢、49歳、執筆時、身長、161センチメートル。血液型、B 型、学歴問いた女子短期大学被服科卒業、法政大学大学院政策創造専攻修士課程修了。現職、女優、歌手、レーベルエピックレコードジャパン、所属事務所、パーフィットプロダクション。菊池桃子さんは1968年東京都品川区生まれ。もともとおとなしい性格だった菊池桃子さんは、芸能界に強い憧れを持ってたわけではありませんでした。しかし、菊池桃子さんの叔母が経営していた青山の飲食店に、菊池桃子さん一家の写真が飾られていたことがきっかけで芸能界に足を踏み入れることになります。たまたま来店していた音楽関係者がその写真に写っていた菊池桃子さんを見て興味を持ち、後日スカウトされたのだそうです。スカウト後、作曲家の神山淳一さんの下でレッスンを受け、ラジオ番組や雑誌への露出を経て、1984年に映画、パンツの穴でスクリーンデビューを果たします。そして、同年4月21日にシングル、青春の意地悪でアイドル歌手としてデビュー。第26回日本レコード大賞新人賞及び日本レコードセールス大賞女性新人賞を受賞。さらにブロマイドの年間売り上げが1位、1985年には当時史上最年少の日本武道館公演を実現するという快挙を成し遂げます。以後、4枚目のシングル、卒業グラデュエーションから10枚目の、アイドルを探せまで7作連続でオリコン1位となるなど、ヒット作を連発。1988年頃からは、歌手業から次第に女優業の方へと重点を置くようになります。以後、女優として数多くのドラマや映画に出演するほか、タレントとして、花丸マーケットや、人生の楽園などバラエティ番組のレギュラーなども務めます。また、法政大学大学院に進学し、キャリア教育に関する研究で修士号を取得。母校の問いた女子短期大学の客員教授としてキャリア教育の講義を行ったり、理事局総活躍国民会議の民間議員に就任するなど、文化人としても幅広く活躍しています。菊池桃子さんの結婚、旦那、離婚。菊池桃子さんは1995年5月1日、27歳の誕生日の3日前に、プロゴルファーの西川哲さんと入籍します。馴れ初めは1993年の富士山系クラシックのプロアマ戦で一緒にラウンドを回ったことから。婚約自体は1994年8月8日に行われ、翌年4月24日に結婚式が予定されていましたが、直前の3月3日に突如無期限延期が発表。理由としては、婚約後の西川哲さんのゴルフの戦績が振るわず、父親の西川幸雄さんの怒りを買ったこと、父子の確執などが取り沙汰されました。そのことを気に病んだ菊池桃子さんは心労により十二指腸潰瘍穿孔を患い、大量に吐血。その容態を案じた西川幸雄さんは、二人の入籍だけは認めることになりました。ただ、結婚式については、西川哲さんがゴルフで結果を出すまではお預け、という条件付きでした。この一連の出来事の後、西川哲さんは一念発起し、1995年7月の日経カップ中村虎吉メモリアルでは見事優勝を果たし、結婚式の挙式が実現。
結婚後、1996年に第一子となる長男を、2001年に第二子となる長女が誕生します。結婚生活は順風満帆かに思われましたが、2012年1月28日、菊池桃子さんは事務所を通じて離婚を正式に発表しました。次ページ、菊池桃子さんの離婚理由は、子供の学校、障害について、再婚するの？菊池桃子さんの離婚理由は、菊池桃子さんは、2012年1月28日に事務所を通じて正式に離婚を発表しています。その時のコメントは、人生で予想もしていなかったことが重なり前向きな最善策と考えて、離婚届を提出いたしました。というものでした。菊池桃子さんと西川哲さんの離婚理由の詳細が気になるところですが、はっきりしたことは分かっていないようです。ただ、西川哲さん側も離婚を発表するコメントを出しており、自分からの配慮が足りず、すれ違いを修正することができぬまま、残念な結果を生じさせてしまった。と述べていることから、西川哲さんのそばに何らかの原因があったことが推察されます。2012年1月28日の離婚発表後の報道では、西川哲さんの育児放棄、西川哲さんの女性問題、西川哲さんの仕事の問題、などが取り沙汰されていました。離婚理由の説1、西川哲さんの仕事の問題。結婚後の西川哲さんは、ゴルフのツアーで勝てなくなり、新たに始めた競走馬のファンド販売会社の事業もうまくいかず、借金が膨らむなど、仕事面で行き詰まっていたと言われていました。離婚理由の説に、西川哲さんの女性問題。さらに、週刊誌や有刊誌で、西川哲さんが別宅のマンションに女性を連れ込む目撃情報があることが報じられていました。ただ、これに関しては、菊池桃子さんの事務所の方でも独自に調査して、西川哲さんに問いただしたところ、100% ありえないという返答があったため、菊池桃子さんも事務所側も西川哲さんを白だと信じることにしたようです。離婚理由の説3、西川哲さんの育児放棄。西川哲さんは、自宅に帰ることがほとんどなくなり、離婚前は事実上の別居状態だったといいます。子供2人の面倒を見ることも少なくなり、育児放棄状態になっていたのでは、という見方があるようです。実際のところは不明ですが少なくとも、子供たちの進学などの世話は菊池桃子さんが一人でなさっていたことは確かなようです。結局、菊池桃子さんの離婚原因に関しては、様々な憶測が報道で流れたものの、決定打はないみたいですね。ただ、西川哲さんが離婚発表時のコメントで認めているように、西川哲さん側に何らかの落ち度があり、それが原因になったことは間違いなさそうです。次ページ、菊池桃子さんの子供の学校、障害について。再婚するの？菊池桃子さんの子供、菊池桃子さんと西川哲さんの間には、1996年8月7日に長男が、2001年10月18日に長女が誕生しています。長男は立教新座もしくは立教池袋中学校、高等学校に進学したと見られているようです。立教池袋も立教新座も偏差値が70と、かなりの難関です。同校の生徒は8割から9割方は立教大学に進学するそうですので、長男の大学も立教大学である可能性は高そうです。なお、長男の後に、障害を持つ可能性のある子供を妊娠したものの、死産したそうです。その後生まれた長女は、生後7ヶ月の時に、左の手足に障害があることが判明。遺伝的なものではなく、脳梗塞による後遺症とのことです。このことを公表したのは、ごく最近の2013年のことでした。
当初隠し続けた理由は、芸能人としてのイメージを大事にしたからなのだそうですが、やがて。娘が一生懸命生きている姿を見たら、隠していることが同じ人間として娘に失礼に思えて。と考え方が変わっていき、公表に至ったのだそうです。娘さんは有名私立小学校を受験し、見事合格しますが、学校生活に支障があり、特別支援学校への転校を余儀なくされたといいます。さらに、中学受験の時にも、心身ともに健全なものという受験資格の壁に阻まれ、親子ともども辛い思いをしています。それでも受け入れてくれる学校もあり、受験し、見事合格。現在娘さんは、その学校の生徒として元気に通っているようです。なお、娘さんの学校については非公表ですが、ネット上では、菊池桃子さんのブログに掲載されていた制服の写真などの情報を総合した結果、アドミ学園中学校、ではないか、と見られているようです。菊池桃子さんは、娘さんの就学に際して、社会の仕組みや制度などに苦労したり疑問に思う点が多かったことから、障害や心の病を抱える人たちのキャリア形成に興味を持つようになったといいます。それで40歳にして一念発起して法政大学大学院に進学。現在は、母校の戸板女子短期大学で雇用政策やキャリア教育の講義を持ち、一億総活躍国民会議の民間議員を務めるなど、社会に対しての啓蒙や提言などの活動に積極的に携わっています。次ページ、菊池桃子さんは再婚するの。菊池桃子さんが再婚。菊池桃子さんの再婚が話題になっているようです。しかし、結論的には、菊池桃子さんは西川哲さんとの離婚後、現在まで再婚はしていません。ただ、離婚後は、さすがに結婚はこりごりだと思っていたようですが、最近その考えが変わってきたのだそうです。菊池桃子さんは、母校の戸板女子短期大学でキャリア教育などの講義を担当していますが、参照したあるキャリア論の本に、人生はこれから100年、と書かれてあるのを読んで、自分も懲りないで婚活をしようかと思うようになったのだそうです。具体的に候補となる相手がいる、というわけではなさそうですが、メレンゲの気持ちに出演した際には、タイプの男性として、生きる能力、生命力が強い人、を挙げていました。若い頃はいろいろと細かい条件がたくさんあったそうですが、現在では相手の男性に求める条件はごくシンプル、かつ本質的になっていますね。こうやってみると、伝説のアイドル時代から母親でタレントで文化人の現在に至るまで、常に進歩し続けていることがよくわかります。今後の菊池桃子さんはどこへ向かっていくのでしょうか？目が離せませんよね。以上、菊池桃子さんについてでした。